このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画はぽっちゃりハチワレ猫は怖がりでもお尻トントンするとシャチホコポーズということでですね、この子がマリンくんって言いますよ。3歳の男の子なんですね。にゃって言うたね。お尻トントンするとね、やっぱシャチホコポーズしてくれるんですよ。で、爪を研いてるでしょ。かなり嬉しいのかなと思うんですよね。めちゃくちゃ可愛いでしょ。で、このままコロンとすること多いんですが、ね、なったでしょ。そうなんですよ。もうシャチホコポーズからのコロンっていうのがたまりませんよね。よく泣くね、今日は。コロンする？あ、トントンがいい？うん、だからコロンしないか。コロンせんかった。めっちゃ泣くやん。嬉しいんやろうね。多分ね、お腹を見せるのはちょっと怖いんやと思うんですよね。ほんとね、ビビリさんですからね。でもね、嬉しくてね、コロンしちゃうんですよ。ただね、ちょっと手が怖いのかなっていうところはあるんですけれどもね、今は大丈夫かな。まあ、これだけ甘えてくれるんですけれども、あんま自分からアピールしに来ないんですよね。もう怖がりさんやね。でもコロンはすごいでしょ。ここまでくねくねしてくれる子ってなかなかいないですからね。嬉しいな、シャチホコ。にゃー言うた。嬉しくて声が漏れちゃってるのかなとは思うんですけれどもね。気持ちよさそうやん。おもちゃ見せてみようかな。あんまり遊ばないかもしれないんですけれども、カミカミしようとはしてるね。あ、猫パンチした。うん、ええやんか、遊んでるやん。おもちゃ掴んでおりますけれども、ゆっくりと遊ぶタイプやね。あれ、飽きてきた。棒はどうかな。ちょいちょいふんふんに寄ってるけど、うん。あれ、後ずさりしてるよ。あ、でも遊ぶか。カミカミするの好きなんかな。なかなか噛めないんですけれども。かわいいやんか。今回のお店は大阪地下鉄中崎町駅付近にある保護猫カフェキャットスペースさんです。コロンでする。お尻カキカキも好きやな。社長行ってるよ。お花もピンクで可愛いやんか。嬉しい？目を閉じて気持ちええんかな。お尻トントンとかをしてるとね、攻撃的なる子もいてるんですけれども、マリンくん落ち着いてますね。そういうのもいいよ。我が家のね、靴下猫クーちゃんはお尻トントンするとね、両手で掴んでね、ケリケリとかするんですよね。まあそういう姿も可愛いんやけれども、手はね、傷だらけになりますよ。ん、もう遊ばないかな。顎の下がいいか。でも顎の下よりもやっぱお尻なんかな。ちょっと遊ぶか。床で走り回ったりとかしないかな。他の猫ちゃんもね、今まったり中やったんですよね。あら、もう動かなくなった。顔近づけてみましょう。嫌がれへんやんか。嬉しいね。お腹はちょっと怖いかな。今一瞬ビクってなったでしょ。あ、でも大丈夫か。猫枕ちょっと嫌。イカ耳なってるけれども、それでも怒ったりしないんですよね。コロンってなる。あ、コロンってなった。ねえ、マリンくんめちゃくちゃ可愛いでしょ。もうね、マリンくん家にいたらね、本当に癒されると思いますよ。特にね、ビビリさんということでね、お家に入ったらひょっとしたらね、もう里親さんだけ懐いてくれるみたいな、そんなことになるかなとも思うんですけれどもね。どうでしょうか。後ずさりちょっと怖いか。あ、でも遊ぶ。あ、ちょい一瞬だけ
まあなんかしゃあないから突き当たるわみたいな、そんな感じなん、ひょっとして。あ、身を乗り出してる。あ、でもちょっと怖いんかな。保護された理由っていうのがですね、多頭飼育崩壊なんですよね。ということで、あんま人とはね遊んでこなかったのかなという気もするんですよね。で、猫の知識っていうものを持ってない方なんでね、ひょっとしたら手を挙げられたこともあるかもしれないんでね、それで怖がってるような気もするんですよね。でもお尻トントンは好きでよかった。ただ最初来た時はね、ケージの中で固まってましたからね。泣いとるわ。かわいいね。嬉しいですか？首の後ろを掴んでおりますけれども、結構ここも気持ちよかったりするんですよね。後ろ足ツンツン。あ、大丈夫やね。だいぶ落ち着いたね。無の表情やねんけれども、ドアップかわいいでしょ。足タンタンタン。結構強めにトントンしてるけれども怒んないね。社長これ慣れへんな。もうええんかな。わしゃわしゃ触ってもね、逃げたりとかしないね。結構ね、ここまで触るとね、距離取ること多いんですけれども、撫でられんのは嬉しいんやろうね。マフマフマフ。お腹撫でられんのも慣れてきたんかな、ね、安心してくれてますもんね。うん、教えとんとんはどうしたんでしょうか。あ、コロンってなる。あ、コロンってなった。たまらんな、この子は。すごい幸せそうな顔してるでしょ。お腹は？あ、お腹触ってちょっと体勢立て直したか。これだけマリンくん可愛いんですけれども、お店で里親募集中の中ではね、一番長くなってきましたね。なかなか不思議でしょう。と言ってもね、まだ1年は経ってないかなと思うんでね、まあそれぐらいだったら普通なんですけれどもね。まあ他の子が早かったっていう部分もあるかなと思うんですけれども。遊ぶ、遊べるやん。やっぱ見え隠れする方がね、好きなんかなと思うんですけれども。うん、ええね。やっぱね、おもちゃを隠すっていいですよね。この猫パンチかわいいやんか。こういう遊び方は好きではないか。完全にメールで遊んでくれへんな。こんなんどう？あ、逆にしてみようか。これやったら、あ、やっぱこうやった方が遊ぶな。先っぽが見え隠れする方がええんやな。あれ、後ずさりしてない？マフマフマフ。もう一度猫枕をしてみましょう。いいね、さしてくれた。今後もね、マリンくんの動画随時配信していきますのでね、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。今日の動画は以上です。保護猫カフェキャットスペースさんでした。